これが、キャンピングの、料金を払う時の用紙ですね。ここで、点線で切り取れるようになってて、で、まあ、情報を書いて、あとキャンプサイトにも、キャンプサイトにナンバーがあるんで、そこのキャンプサイトの番号と日付、だから止めたい、まあ、オーバーナイトしたい日付とかを決めて、で支払いをすると。でこっちを車のボンネット、あ、ダッシュボードの上に貼っといて、でここを切り取って、でこの中にお金を入れるという感じですね。管理人がいる場合もあるんだけど、結構こういう風に管理人が常駐してないキャンプグラウンドもかなりあるんで、まあ、そっちの方が多いかな。これが、アラスカの、お金の払い方ですね。バックレて勝手に利用してると朝起こされたりコンコンされて、ヘイみたいな感じになるんで、まあ人間とのトラブルさんもあんまりないようにした方がいいんじゃないでしょうか。